国会議員に毎月支給される100万円の文通費をめぐり、立憲民主党の新人議員が先月分を国庫に返納するため、法改正を行うよう党の幹部に要請しました。国会議員の給与とは別に、毎月100万円支払われる文書通信交通滞在費をめぐっては、先月、衆議院選挙で当選し、 1>, 1日しか在職していない新人議員にも全額支給されたことが問題視されています。立憲民主党の新人議員は、税金の歪んだ扱い方だとして国庫返納ができるよう、来月開かれる予定の臨時国会で法改正を求めていく方針です。